国鉄多岐三千五百経過者は、かつて日本国有鉄道及び九百八十七年四月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同一の専用種別である多瀬五千型についても本項目で解説する。多岐三千五百型は九百五十四年十一月二十七日から九百六十四年九月四日に、 かけて179両が、新潟鉄工所、造機車用、富士重工業、機車製造、川崎車用、舞鶴重工業にて製造または改造編入された、アルコール専用の30トン積貨車である。うち2両は1959年11月18日に、東急車両製造にて、多機1500型から改造された機3500型に、改造編入された車である。 改造内容は、加熱管と点検外を撤去した程度の最小限で、あった。落成当時の所有者は、内外輸送、共和発行工業の2社であり、共和発行工業は1両のみの所有であった。5年内外輸送所有者のうち12両が、日本陸運産業へ、名義変更された。本形式の他にアルコールを、専用種別とする形式に渡2000系、タム8100系、 多差3000系、多差3200系、多差3500系、多差5000系、多期500系、多期600系、多期7200系、多千7250系、多一13700系、多一13800系の1二形式があった。1979年10月より化製品、分類番号、年31が表記された。所有者は大半が、 内外輸送であったため、形態の変化の少ない形式である。規制なし動物きタンク車であり、二役方式はマンホールによる上入れ、都市使による下出し式である。都色は黒であり、全長は 13,600mm、全幅は 2,450mm、全高は 3,877mm、台車中心間距離は 9,500mm、 重量席は37.5立方メートルマイナス38.5立方メートル。自重は18.0トンから19.8トン。換算量数は、席車5.0、空車2.0。最高運転速度は、時速75キロメートル。台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の、 国鉄分割民営化時には111両が JR 貨物に継承されたが、1988年度からトータが始まり、1995年度末時点では18両が現存していたが、1999年4月に最後まで在籍した2両が廃車になり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。 タサ5000型はアルコール専用の20トン石炭車として1960年1月30日に一両のみが製作された。記号番号表記は特殊表記符号を全前置し、小タサと表記する。所有者は共和発行工業であり、山陽本線のサンタジリ駅を常備駅として運用された。図色は黒色、全長は1万ミリメートル。 自由席は25.5立方メートル、地上は15.5トン、換算量数は、席車4.0、空車1.8、最高運転速度は、時速75キロメートル、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。1977年10月3日に廃車となり、同時に、形式消滅となった。ありがとうございます。